皆さんこんにちは、マーリです。動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は黒炭の巨獣石炭山を使います。前回のバンバドロに引き続き耐久寄りの性能を持ったポケモンですね。この石炭山もまあバンバドロに負けず劣らず隅に置けない耐久性能を持ってます。持ち物は食べ残し、特性は炎タイプの技を無効にするもらい火、性格は穏やかで、HD にあの基礎ポイント努力値を振ってますね。技構成炎の渦、ロックブラスト、鬼火、ステルスロックですね。巨大マックス個体なので、あの巨大噴石を打ちたいのでロックブラストを採用しています。もし巨大マックス個体でないのなら、あのロックブラストのところを守るとかに変えた方が使いやすいかもしれません。それでは対戦の方行ってみましょう。ジュンさん対戦よろしくお願いします。そうだな、タイプヌルか。ヌルめんどくさいな。ミミッキもめんどくさいけど、いや、まあこれ石炭山出してもいいかもしれないな。石炭山いればヒートロトム、トゲキス、タイプヌル、運が良ければドラパルト、ギャラロス以外はなんとかなれそうだな。でギャラロス倒すんだったらバルジーナが必要。ジュラルドンもいいかもしれない。バルジーナがいたらドラパルトにもなんとかなりか。特殊ドラパルトの線を全く考慮してないけど、いやーでもどうかな、物理変調かな。ドラパルトが物理だったら、なんかあの上2体が特殊と物理のエースを兼ね備えてそうな気はするんだよね。ジュラルドン入れよう。ジュラルドンはもしかしたらミミッキュとギャラドスを食い止めることができるかもしれない。でそうだな、トゲキスは、あ、時間ね。エレザード出すか。そうだな、下4体にそれなりに戦えるからな。さあやりましょう。ジュンさん対戦よろしくお願いします。霧がかかってる、なんかあれだね、怪しい雰囲気あるね。さあ相手先発がドラパルト、ドラパルト石炭山対面、これはどうだ。鬼火は効かない、意外と美味しいんじゃないか。炎の渦で引っ込めたりして、先発ドラパルトってさ鬼盾型じゃないの、違うのかな。違った、まずい。いやー、これは良くないなー、もしかしたら。ラムの味方か、ラムパルトか。ラムパルトは違う、一字違いだけどさ、いるだろ、ポケモン。ラムパルト。あー、鬼火。いや、ラムだったら嫌だな。悠長かな、これ。あろ何歩入るかな ?217 から114。鬼火当てる、偉い。よしよし。ラム？オッケー、ラムじゃない。よーし、ドラパルト機能停止かな、これは。どうしよう、ステルスロックでも巻こうかな。巻こう、ドラゴンアロー117から81、ステルスロック巻いて、食べ残しで回復。さーってドラパルトの HP 半分ほど削れたところで、なんだお盆か。いや、ジュラルドンは出せないな。ジュラルドンは待ってね、石炭山の
防御が141、136、同じぐらい食らっちゃうのか。じゃあダメだな。ここ石炭山さ、やっちゃっていいんじゃないか。やっちゃえ。ちょっと判断早かったかもしれないけど。うおー、石炭山ダイマックス、かっけー。巨大石炭山かっこいいよね。めちゃくちゃ好きなルックスなんだけど。左右非対称でさ。はい、ドラパルト、ドラゴンアロがまあまあ効いちゃうな。やっぱ20以上食らっちゃうんだな。巨大噴石、うおー、くらえ、岩の衝撃、はあ、弱っ。ボーン、岩のダメージ食べ残し、炎の鬼火のダメージ、炎の渦のダメージ。もはや遅延行為かと思うぐらいいろんなものがかかっちゃってる相手に。もう一回巨大噴石でいいかな。ダイバーンとか打っとく必要ある？裏のポケモンが水技を打てなくなるのか。ダイバーンありだな。ダイバーン打っちゃえ。ギリギリまでドラゴンアロー。あー、でもダイバーンはこれやると後ろにいるエルザードがちょっとかわいそうか。はい、ドラパルト突破。巨大噴石のターンを一旦あれか、損なってしまったか、これは。まあ、いいや。さあ、石炭山、なんか、立ち姿が本当にかっこいいんだけど。何こいつで。ギャラドスいるかな。あ、ギャラドスいるか。よし、尖ったよ、食い込んで。耐えれば、ここ、大ウォールから、鬼火とか強いかな。大ウォールから入るのありだな。ここギャラドス竜の舞とか決めてくるのかな。それはかなりきついけど、ダイマックス切ってない自信。あー、なるほどね、いい技持ってるね。さあ、ダメージ。巨大噴石の岩に囲まれて痛い。何が痛いだ。甘えんな。HP 下がっちゃったから、まあ鬼火でいいかな。鬼火打って退場かな。もうかなりいい働きしたんじゃないか。そうだな、仮にもしここで地震か、はいはい、まあ頑張った、石炭山退場、これはしょうがない。まだ素早さが1段階も上がってないから、ここエレザードで仕留めに行くか。弾か、今のダメージ、よし、エレザードで仕留める。ここはまあ、晴れの継続、地獄の継続っていうからね。エレザールドにとって地獄なんだけどね、ここは。待てよ、ハイパーボイスで倒せるのでは？いけそうだな。ハイパーボイス、オッケー、押し切る。素晴らしい。いやー、まあ、無駄急所じゃない？さすがに。喉スプレー発動、喉をケアするぜ。乾燥肌、グー、 HP が減ってく。まるで3パワーのような状況だな。お、トゲキス、トゲキスは岩食い込んで C1 段階上昇、10万ボルト耐えないんじゃないかな。耐えるかな。
もしここでトゲキスが耐えてその状態で弱点保険発動されたら負け。大丈夫だと思うけどな。ステルスロックで削れたしな。ダメかな。この間達人の帯持った状態のエレザードだったら突破したんだけど、あの時は第3弾だったからな。ここで弱点保険発動されたら負けだな、きっと。ちょっと爪が甘かったかもしれない。さあエレザード10万ボルトいけ。あーダメか。フェアリー、きつい。あ、よかった、弱歩じゃない。まだわかんないな。ん、まだわかんないか。タイプ1大フェアリーさすがに無理じゃないか。ジュラルドン特防ペライしな。このポケモン強さを見る。70しかねえ。いや、きついだろ。多分トゲキスは無理。まあ、やるか。10万ボルト。いやー、きついかな。あれ？上取ってる。やったぜ！トゲキス突破。あ、そっか。向こう80族で、こっち85族だもんね。最速取っててよかった。オッケー、ジュンさん対戦ありがとうございました。いやー、オッケー、石炭山活躍しましたね。えい、サイカさん対戦よろしくお願いします。なんか、見ないポケモンいっぱいいるんだけど。バリコールか。バリコール使ってみたいんだよな。打撃、バリコール、エイフィー。エイフィーが初手で壁張ってくるとかなのかな。バルジーナ出してもマジックミラーで補助技が跳ね返されちゃうからあんまり良くないんだよね。だったら素直にマンムーとかで殴った方がいいのか。リフレクター貼られちゃうかもしれないけど。あー、そっか、それがあるな。いや、結構やだな、あのエイフィー。エイフィー嫌なんで、一番いいのは炎の渦とかでキャッチしてさ、割と時間かけて殴るのが一番いいんじゃないかな。それが一番良さそうだな。石炭山。あー、でも他のポケモンだったらきついのか。いや、他のポケモンそうそうないだろ。打撃が怖いんで、バルジーナかトゲキッスは絶対必要だな。トゲキッスがいても、いや、トゲキッスは結構通ってるか。フェアリー技を受けれるポケモンが相手いないので、トゲキッス入れよう。で、カメックスとかランターンとかが面倒だけど、ランターン面倒だな。マンム入れるか。これでいきます。サイカさん対戦よろしくお願いします。んー、エレザードでもよかったかもしれないな。かわいい。なんか海外旅行とか好きそう。趣味は海外旅行です。あ、違うかな、わかんない。欲張りっすよ。あ、予想してたやつが一番近いんじゃん、来てんじゃん。鬼火入れていいかな。欲張りっすって地面タイプの技覚えないよね。鬼火入れます。引いてくるかな。引っ込めないか。鬼火当てる、えらい。うん、まずこのポケモンラムの実は持たせないはず。オッケー。木の実食べて、何が上がるんだっけ。防御か、攻撃か。鬼火入って、渦引っ込めない。よしよし、炎の渦でキャッチ。欲しがる。なんだなんだ。あ、やべえ、それは想像してない展開だな。嫌だな。攻撃1段階上昇で欲しがるか。それは想像してない展開だな。ステルスロックで起点、とりあえず場作りを進めよう。
どうかな、欲張りす、やりたいことやった割にはあんまり活躍できてないんじゃない、これは今のところ。頬張る、欲しがる、あ、ボディープレスか。あー、それはやだな。あー、まあまあ効くね、しかも。なるほど、こっち回復手段がもうないから、この状態の欲張りすはなかなかきついものがあるな。このターンボディープレスだと思うので、突撃室に引くか。特防はまあもともと高いんだけど、そうだな、技構成欲しがる、頬張る、ボディープレス、あとなんだ、石炭山取っとかないとダメなんだっけ。いや、そんなことないな。だけど、いや、石炭弾切り気味でもいいか。炎の渦で。殴っていこう、ここはもう。ダイマックス。ここで切ってきたか。そっちがその気ならダイマックス切れるまで、石炭弾で付き合ってあげてもいいけどな。鬼火状態の欲張りす、そんなに多分もうやることないんじゃないかなって。炎の渦、うおー効かねダイナックル、攻撃が上がるのはまずいけど、ダメージそんなもんだよね。よしよし、食べ残しが厄介だな。やけどのダメージ、炎の渦のダメージ、いや、これはこのまま粘れば全然いける、いける。ロックブラスト、炎の渦とロックブラスト、どっちが威力出るかな。まあ威力だけでいったらロックブラストか。攻撃はでも相手の防御の方が高いんだよな、ロックブラスト当て、そう、これがあるからな。残念だよ石炭山、まあでもいいんじゃないか。先発欲張りすにダイマックスまで切らせたし、なかなかその渋い活躍はできてる気がするぜ。鬼火、炎の渦、で炎の渦、まあ欲張りすやることをうまく潰したおかげだな。基本的に石炭山の前で炎の渦が入った以上交代できないっていうのが大きいな、ここかな。バインド技って戦術に組み込まれなさがちだけど、こういうの見るとなかなか活躍するもんな。さて、欲張りすの体力もここで限界を迎えるので、突撃室だな、ここは。さあ、石炭山本当によくやった。あとはこの欲張りすを起点にしてしまおう、大ジェットで。うわー、欲張りす特防は上昇してないからな、いくら HP が高くって。特防もそれなりに高いポケモンだけど、その半分ぐらいしかない状態では突撃室の大ジェットを受け切ることはできないだろう。キスの大ジェット、うおー、欲張りすを突破、よし。さあ、もう止まらないぞ。うちの石炭山がステルスロックも撒いてくれたことだしな。ランタン、やっぱりいましたね。ランタンは、ここは大フェアリーがいいな。半端なフェアリーは、半端な電気技を打たれても、弱点保険が発動するし、仮に耐えたとしても、あ、だから、そういう意味だと、むしろ、放電とかで麻痺引いてほしいけどな。電池、これ直帰だな。
ネット、そっちか。なるほどね。弱点つかないようにしてるな、相手。うまい、うまい。大フェアリーで押していくしかないな。いやー、相手もうまいな、なかなか。弱点つかないようにっていうことか。やり過ごされてしまった。マジカル社員で特攻が上昇してないとトゲキスの火力もそんなに出ないからな。全然出ねえ。あー参った。ここで放電か。うまいな。あー効くなー。弱点保険発動。いや俺今の今まで勘違いしてたんだけどさ、熱湯も放電も状態上引くじゃん普通に考えて。しまった。こいつ地に足ついてないポケモンだからさ、浮いてるから、存在が浮いてるポケモンなので、熱湯も放電も本当はステータス以上引くんだけど、たまたま運よく引かなくて済んだな。よし、エーフィーでしたね。マジカル社員で、あ違うか、エアスロの方が良かったか。ここマジカル社員、オッケー、エーフィーを突破。おお強い。いやートゲキスやっぱ強いな。しかしそれ以上に石炭山が初手でダイマックス切らせて、さらにステルスロックまで巻いたことがでかかったですね。サイカさん対戦ありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価ボタンの方よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。